1991年のジャイアンツ打線。1番セカンド篠塚敏夫、2番ショート河合雅弘、3番ファースト駒田紀弘、4番レフト原辰徳、5番センターフィル・ブラッドリー。クロマティの後釜として入団したブラッドリーは開幕戦で初打席初ホームランを打ち、まずまずの成績を残しましたが、日本野球に馴染めず1年で退団しました。6番サード岡崎香織、7番ライト吉村貞明、8番キャッチャー村田新一、外野手尾形浩一、外野手デニー・ゴンザレス、外野手西岡義弘。この年選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。